イギリスの政治家、貴族。1735年に、ホイッグ党の庶民院議員に当選し、政界入り。ロバート・オル・ポール首相の軟弱外交を批判する高浜家手政治家として、頭角を表し、庶民で影響力を拡大させた。1757年から1761年にかけて、 第二次入荷する公爵内閣で南部担当国務大臣を務め七年戦争を実質的に主導しインドは大陸や北アメリカや西インド諸島などの植民地でフランス勢力を駆逐することに成功し大英帝国の基礎を築いたその後首相も務めたが首相時には大きな業績はなかった通称大ピットフランス革命戦争 ナポレオン戦争時の首相はウィリアム・ピットは次男である。1708年に、王子主の庶民院議員の息子として生まれる。オックスフォード大学トリニティ・カレッジや、オランダ・ユトレヒト大学で学んだ後、1735年に、庶民院議員選挙に当選して、議会入りを果たした。ホイッグ党に所属したが、当時は、ホイッグ党優越の時代であり、トーリー党が脅威でなかったため、 ホイッグ党内で党派対立があり、ピットもロバート・オール・ポール首相の軟弱外交を批判する若手高派議員として活躍。やがて庶民人で大きな影響力を持つようになった。1746年にはヘンリー・ペラム首相の求めに応じて陸軍支払長官に就任し、続く第一次入閣する公爵内閣でも留任したが処遇に不満を抱き、 政権内から政権批判を行うようになったため、1755年に罷免された。1756年に7年戦争が勃発し、その戦争指導の失敗で入閣する公爵内閣が総辞職すると、代わってデボンシャー公爵を名目上の首相、ピットを事実上の首相とするデボンシャー公爵内閣が成立した。 国王ジョージ二世のハノーファー優先策に否定的だったため一時的に罷免されたもののピットなしでの政権運営は不可能な情勢になっていたので1757年6月には入閣する公爵と手を組んで第二次入閣する公爵内閣を組閣することに成功し同内閣に南部担当大臣として入閣事実上の首相として7年戦争の指導に当たった ヨーロッパ大陸での戦いは同盟国プロイセンへの資金援助に止めて深入りせず、代わりに植民地でのフランスとの戦いに戦力を集中した。その結果、インドは大陸、北、アメリカ、インド諸島などにおいて、フランス勢力を駆逐することに成功し、後の世界最大の植民地帝国、大英帝国建設の基礎を築いた。しかし大陸での戦いは、 プロイセンの疲労で停滞し、1760年後半には、国内で、沿線気分が高まり、同年10月に7年戦争の早期講和を目指す、ジョージ3世が即位したことで立場を弱め、スペインに対する宣戦線布告の是非をめぐる、閣内論争において、国王の超新美優と伯爵に敗れて、1761年10月に、辞職を余儀なくされた。ゲイアゴ 再び野党となり、ビュート伯爵内閣とグレンビル内閣を批判した。とりわけ、グレンビル政権の植民地に対する課税政策に強く反対した。政権の不安定が続く中、1766年7月末に至って安定政権樹立を望むジョージ3世から組閣の対名を受け、首相に就任した。また、チャタム伯爵に除され、 貴族院議員に転じた。しかしこの頃から病が深刻になり、指導力を発揮できなくなり、内閣はピットの意志に反して対職民地強行路線に傾いていき、アメリカ植民地との関係を悪化させた。植民地への重負担に反対するピットは、閣内で孤立していき、1768年10月に至って辞職を余儀なくされた。下野後、 サンドイア党となり、グラフトン公爵内閣やノース教内閣を批判したが、同じ野党のロッキンガム公爵派と連携できず、それが、ノース教内閣の長期政権化につながった。1778年5月に死去。彼の派閥は、シェルバーン伯爵が引き継ぎ、また、チャタム伯爵位は、長男のジョンが継承した。首相時の業績よりも、 第二次入閣する公爵内閣の閣僚期の七年戦争の戦争指導が最も高く評価されている。平民出身で長く庶民人議員だったため、偉大なる平民と呼ばれた。国王や貴族を侮別してはばからなかったため、国王上ジ,ジ3世からは反逆のラッパとあだなされた。党派を嫌っており、すべての党派を解体して、各党派の最良の部分を自らが、 愛国首相として率いることを夢見ていた。首相ジョージ・グレンビルの妹ヘスターと結婚し、彼女との間に三男二女を設けた。そのうちの次男が、フランス革命戦争、ナポレオン戦争時の首相賞ピットである。1708年11月15日、諸議員議員ロバート・ピットとその5歳、ハリエットの息子として、ロンドン・ウェストミンスターに生まれる。 王子主階級の出身であった。マドラス知事を務めたトマス・ピットは祖父にあたる。祖父は、フランスの摂政オルレアン公フィリップ2世に、ダイヤモンドを売りつけ、13万5千ポンドの利益を上げたことで知られる。イートン校を経て、オックスフォード大学トリニティカレッジやオランダの、ユトレヒト大学で学ぶ。大学卒業後、陸軍の第二期兵連隊に入隊した。 ホイッグ党貴族のテンプル家やグレンビル家との縁故で、政界進出を目指すことになり、1735年にオールドサラム選挙区から立候補し、ホイッグ党の庶民院議員に当選。以降1747年まで同選挙区から当選した。その後シーフォード選挙区、オールドバラ選挙区、オークハンプトン選挙区、 バース選挙区と選挙区を変えながらも1766年の助舎まで庶民議員に当選し続けた。陸軍は議会での諸女演説前の1736年に退役した。ピットが議会入りした当時、首相ロバート・ウォルポールの指導のもとにホイッグ党一党優位体制が築かれていた。トーリー党はウォルポールの巧みな政局運営や、 ジャコバイト扱いされたことで信用を落としており、慢性的な少数野党状態に陥っていた。トーリー党が脅威でないため、ホイッグ党はいくつかの党派に分裂しており、中には政権を批判する野党党派も出現するようになっていた。ピットも高派若手議員として、ウォルポール首相の軟弱外交を批判して活躍し、庶民院内で影響力を拡大させた。 また国王ジョージ2世の長男であった皇太子、フレデリック・ルイスに接近し、1737年から1745年にかけて皇太子の進出区内官を務めた。ジョージ2世から強硬派として敬遠されていたため、1742年2月に、ウォルポールが退陣した後の新政権に入閣できず、引き続き野党の立場を取り続けた。 オーストリア継承戦争をめぐっては、ハノーファー王国軍を、イギリスの負担で維持する政策を、ハノーファー優先と批判した。1744年に、初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルの未亡人、サラ・ジェニングスが亡くなると、彼女の遺言により、ピットに1万ポンドと辞書が依存された。サラはオルポールを毛嫌いしており、ピットがオルポールに対して容赦ない攻撃をしていたのが、 爽快だったというのが異蔵の表向きの理由であったが、その鋭い敬願で、ピットに大英帝国を築き上げる素質を感じたためとも言われている。1754年のピットを描いた、肖像画ジャコバイトの反乱鎮圧後、ヘンリー・ペラム内閣は、議会での支持者拡大を狙って、ピットを政権に取り込もうとし、渋る国王を一文弱の末に説得して、 ピットに入閣を要請した。ピットは、この要請に応じ、1746年から、ペラム内閣の陸軍支払い長官に就任した。ただこの官職は、さほど重要ではなく、庶民人における事故の重要性を意識するピットに、とって、満足のいく、ポスト配分ではなかった。ペラムの死去後に成立した初代入閣する公爵、トマス・ペラム・ホリスの第一次、 入閣する公爵内閣でも陸軍支払い長官に留任したが、この頃までにはピットの不満は抑え難いものとなっていた。1754年の解散総選挙は政府の勝利に終わったが、同年11月から召集された審議会ではピットはヘンリー・フォックスと共に官職に就いたまま政府批判を展開した。1755年12月に フォックスが、閣内大臣に就任すると彼とも絶好して、野党活動を強化していった。ちょうどその頃、入ッする公爵内閣は、外交面で失態を続けていた。北、アメリカでは、フレンチ・インディアン戦争が勃発し、英仏が、武力衝突したが、陸でも海でも敗北した。また1755年夏から秋にかけては、ハノーファーの安全を確保すべく、 ヘッセン大公国やロシア帝国と条約して資金提供を行ったが、この政策は各方面から不人気だった。ピットはこれらを攻撃材料にして激しい政府批判を展開するようになった。ピットが完全に野党の立場に移ったことから、入閣する公爵はピットを陸軍支払い長官職から罷免した。1756年に入ると、 イギリスとロシアの接近を恐れたプロイセン国王、フリードリヒ2世がイギリスに接近し、ウェストミンスター協定を締結。これに反発した、ロシアオーストリアフランスが接近を開始した。イギリス国内のフランス協威論は高まり、1756年5月に、イギリスはフランスに宣戦布告した。さらに、同年8月に、プロイセンが、 ロシアオーストリアフランスを敵に回してザクセンへ侵攻したことで7年戦争が勃発した。イギリス軍は海戦間もなく英領オミノル加藤をめぐる戦いでフランス軍に敗れ北アメリカでも敗戦を重ね劣勢に立たされた。フォックスは野党からの攻撃を恐れて入荷する公内閣を見限り庶民に院内総務職を辞任した。フォックス以外で 庶民員を統制できる実力者はピットしかおらず、ニューカッスレコーはピットに協力を要請したが、ピットはそれを拒否した。そのため内閣は1756年11月にも、総辞職を余儀なくされた。植民地の情勢に明るく、欧州大陸よりも、植民地を重視するピットは、ハノーファーや欧州大陸しか関心を持たなかった。ジョージ2世とは大変仲が悪かった。 しかし、ピット以外に、会期の迫る議会を乗り切れる、政治家はなく、ジョージ2世もピット中心の内閣の組閣を認めるより、他になかった。ピットは、財政の知識が乏しかったので、第一大倉卿の座は、第4代デボンシャー公爵をウィリアム・キャベン・リッシュに譲り、自身は、南部担当国務大臣として入閣し、戦争指導に集中した。 このピット・デボンシャ公爵内閣は、デボンシャー公爵が名目上の首相、ピットが実質的な首相であったと評価されている。ピットは愛国者として海軍力増強と植民地での戦闘に力を入れ、ジャコバイトの反乱の中心地になったスコットランド・ハイランドに正規軍の連帯を編成したり、民兵制度改革で国民の戦争協力の強化を目指したが、 入荷する公爵を排除して政権に就いた経緯から議会の広範な支持を得られず政権が安定しなかった。またハノーファー重視のジョージ2世と意見が合わなかった上他方で国王のハノーファー重視に一定の配慮もせざるを得なかったため庶民民において彼を支持していた独立派議員からの支持も弱体化した。そうした背景から1757年4月上旬を もって、ジョージ世により罷免された。最終人の経緯しかし更迭された後のピットは、再び妥協をやめたので、愛国者として人気を回復していった。結局ピットなしでは、安定政権樹立は、不可能という情勢になり、入荷する公と、ピットが手を組むことになり、1757年6月末に、第二次入荷する公爵内閣が成立。 ピットは再び南部担当大臣として入閣した。この内閣では首相入閣スレコーが国王と議会の支持を確保し、ピットが戦争を指導して、庶民の独立派と国民の支持を確保する役割を担っていた。ピットは今この国を救えるのは私だけだと語り、首相入閣スレコーにさえ面と向かって異論を唱えたという。戦争指導と 大英帝国の建設イギリス軍のモントリオール占領を描いた絵画。ピットは、初代アンソン男爵、ジョージアンソン提督を海軍大臣に再任させ、エドワード・ボスコエン、ホーク、ソンダースといった提督や、ジェフリー・アマーストや、ジェームズ・ウルフといった将軍を能力本位で起用した。また戦争指導の方針としては、欧州大陸では同盟国プロイセンに対する、 資金援助を中心にして深入りせず、海上や北アメリカ大陸、インド等の植民地での退伏戦争に戦力を集中させた。就任直後には、大陸でのイギリスとプロイセンは苦しい戦況にあったが、1757年11月から12月に、プロイセンがロスバッハの戦いやロイテンの戦いに勝利したため、事態打開の兆しが見えた。 1758年4月には、プロイセンと第2次ウェストミンスター協定を締結して、同盟関係を強化し、イギリスはプロイセンに多額の資金を与えた。植民地における戦いも好調だった。インドでは1757年6月に、フランスの支援を受けたベンガル大使を、プラッシーの戦いで撃破することに成功し、ベンガル地方の支配権を確立できた。 また1758年12月には、マドラスの防衛にも成功した。北、アメリカでもピットが任じた軍人たちが活躍し、1758年7月には、ルイスバーグを陥落させ、11月には、リュケーの要塞を陥落させた。1759年は、奇跡の年と呼ばれ、イギリスの戦勝が、さらに増加した。8月には、ラゴス沖の海戦。 11月には、キブロン沖の海戦に勝利し、フランス軍のイギリス上陸作戦を不可能にした。北、アメリカでは7月には、ナイアガラ要塞、9月には、ケベック、1760年9月に、モントリオールを占領したことでフランスはカナダから、駆逐された。西アフリカのセネガルでも勝利を収めた。これら7年戦争の植民地での戦闘の勝利で、 名誉革命以来長く続いていたフランスとの植民地争奪戦に終止符が打たれ、イギリスはインド、北アメリカ大陸、西インド諸島を掌握。これらが後に世界最大の植民地帝国となる大英帝国の土台となった。とりわけインドは東洋に大帝国を建設する上で重要な存在となった。辞職の経営一方でヨーロッパ大陸では、 プロイセンの疲労により、戦況が好転しなかった。この影響で1760年後半になると、イギリス国内でも、沿線気分が高まった。さらに1760年10月25日に、ジョージ2世が崩御し、その孫である22歳のジョージ3世が即位した。ジョージ3世は、長身第三代ビュート白爵ジョン・スチュワートの影響で7年戦争の、 早期講話を望んでおり、勝利まで戦争続行を唱えるピットや、その影響下の入荷する孔を嫌い、ビュート伯爵を閣僚に抜擢して、彼らを牽制した。また、ビュート伯爵は、スコットランド貴族であり、長官員いずれにも議席も持っていなかったので、彼の大臣就任は、議会議員を大臣に任命するという長年の、観光が破られた形であり、その点からも批判があった。 1761年8月にフランスとスペインが同盟を締結すると、ピットはスペインにも宣戦布告すべきことを訴えたが、国王とビュート伯爵はそれに反対した。首相入荷する公も財政が持たないことと国民の沿線気分が高まっていることを理由にスペインとの改選には反対した。孤立したピットは1761年10月に辞職した。 この時のピットの怒りは激しく、二度と後人として、働きたくないと吐き捨てたという。しかしこの後もピットは、庶民への巨大な影響力を有し続けた。この後の5年にわたる政局混乱は、ピットの予測不能な行動によるところが大きかったと、言われる。ゲ野後、祖格の対面を受ける1766年7月まで、再び野党の立場となったが、 1762年から1764年にかけてピットは、通風が悪化して議会に出席することが少なくなった。そのため、野党は強力な指導者を欠く状態となり、分裂状態に陥っていた。1762年5月に、首相入閣する公爵は辞職し、ビュート伯爵が代わって首相に就任したが、議会政治を危機に陥れて成立した。 この内閣は当初より不人気であり、逆にピットはビュート伯爵と対比される形で人気を上昇させた。結局1763年4月にビュート伯爵は辞任し、代わってジョージ・グレンビルが首相に就任した。グレンビルは庶民委員議員であったものの、ビュート伯爵の影響力が強かったのでやはり批判が多い政権となった。 ピットに近いジョン・ウィルクスが1763年4月に国王直後を批判し、それに対してグレンビル政権が一般逮捕状でウィルクスを逮捕したことに始まる。ウィルクス事件もこの時期に発生している。グレンビル政権は1765年3月に植民地での歳入増加を目指して飲酒法を可決させたが、 これはアメリカ植民地人から強い反発を招いた。本国には植民地に課税する権利があるというのは当時のイギリス政治家の主流意見であったが、その中にあってピットは当初より植民地への課税に反対だった。1765年7月にはグレンビル内閣が倒れ、ピットと同じくグレンビル政権を批判してきた第2代ロッキンガム。 公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワースが組閣したが、ピットは、同内閣への入閣を拒否した。間もなく政権運営に行き詰まった、ロッキンガム公は、1766年1月に、再度ピットに協力を要請したが、ピットはこの時も拒否した。安定政権を望んでいた、ジョージ3世は、1766年7月末に、ロッキンガム公を罷免し、ピットに、 組閣の対面を与える決断を下した。ピットは王子少将として内閣を引き一般に首相と見られる役職第一、大倉卿には第三大グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイを就任させた。しかし組閣の対面を受けたのはピットであり、主導したのもピットであったため、この内閣は一般にはピット内閣と呼ばれる。他に財務大臣として、 チャールズ・タウンゼント、北部担当国務大臣として、ヘンリー・シー・モア・コンウェイが入閣した。閣僚の大半は、全政権からの参加者であり、唯一のピット派の閣僚が、南部担当大臣として入閣した第二大シェルバーン、伯爵ウィリアム・ペティだった。首相就任直後の1766年8月4日に、チャタム伯爵に除され、貴族院へ移籍したが、これは、 偉大な平民と呼ばれて人気が高かったピットにとって人気急落と政権不安定化の要因となった。ピットはすべての派閥を解消しあらゆる党派の最良の部分を内閣に生かすとしていたが、ピットの政権運営は非打共的だったのでもともと敵対関係のグレンビル派や第四代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセル派に加えて折中的だった。 ロッキンガム公尺派まで完全に野党陣営に追いやってしまった。結局ピットは党派解消どころかすべての党派を敵に回す格好になってしまった。またピットはこの頃から病気で体調を悪化させることが増え政治に専念できなくなり指導力を低下させていた。特に1767年春に総鬱病を罹患するとほとんど政治的な役割を 果たせなくなった。そのため内閣の政策は、元来のピットの主張と異なり、対植民地強行派閣僚に押し切られたものとなった。1767年夏には、財務大臣、タウンゼンドの主導で、タウンゼンド処方が制定され、植民地支配機構が強化されるとともにガラス、紙、茶、鉛などに輸入関税がかけられた。アメリカ植民地はこれに強く反発した。 1767年末には、大植民地強硬派のベッドフォード公爵派が政権に参加してきたため、政権は一層植民地に対して高圧的になった。ピットやシェルバーン伯爵の植民地に対する恩憲な姿勢を支持する閣僚は減り、ついに1768年10月に至って、閣内で孤立したピットとシェルバーン伯爵は、辞職することになった。 貴族院議場での演説中に倒れたチャタム伯爵、ウィリアム・ピットを描いた絵画この後、グラフトン公爵内閣が成立し、ついで1770年1月末から、長期政権となるノース教内閣が発足した。ピットはそのどちらにも野党の立場を取った。1770年代の野党には、ロッキンガム公爵派とピット派、その他の独立派の議員がいたが、 ピットは、政党、党派を嫌っていたので、彼の派閥はさほど組織だったものとはならず、組織的なロッキンガム公爵派より常に、少数派であった。また、ピット派とロッキンガム公爵派は、野党共闘が取れなかった。ピットが、州選出議員の増加を訴えた際にも、国王の政治介入に、腐敗の原因を求めるロッキンガム公爵派は、賛成しなかった。 さらに、1770年6月に、ピットに近い政治家で、議会外改革運動のウォルクス運動とピットの、架け橋となっていたウィリアム・ベック・フォードが死去し、これがきっかけでピット派と議会外改革派とのつながりが、失われてしまった。1771年春にはピット派と、ロッキンガム公爵派の議員が、庶民人議場で衝突し、野党共闘の目はなくなった。 この野党の分裂状態を背景に、ノース教内閣は長期安定政権を維持することになる。アメリカ独立戦争をめぐっては、自らが作り上げた植民地帝国の崩壊を恐れ、アメリカ独立に反対した。そのため戦争を遂行する、ノース教内閣は1778年3月に、ピットに政権への協力要請を行ったが、 ピットの条件が厳しかったため、この交渉は決裂した。その直後の1778年4月、貴族院議場で植民地維持を訴える演説をしていた際に倒れ、1ヶ月後の5月11日に、ケント州、ヘースで死去した。チャタム伯爵位は、長男のジョンが継承した。ピットの派閥は、シェルバーン伯爵が引き継いだ。 1755年の庶民人でフランスとの開戦を求めたピットを描いた絵。首相時代の自責より第二次入荷する公爵内閣期の7年戦争の戦争指導によって高い評価を得ている。この戦争の勝利でイギリスは北アメリカとインド、アタイ陸からフランスを追って覇権を構築し、世界最大の植民地帝国大英帝国を 建設する基礎を築いたからである。平民出身のピットは国民の声を聞けと国王に要求して国王から煙たがられた。国王や貴族を侮蔑してはばからず、ジョージ三世や入荷する校に公然と立てついた。そのため、ジョージ三世はピットのことを反逆のラッパとあだ名した。長く平民、庶民院議員で通したため、 偉大な平民と呼ばれて尊敬された。彼の行動理念は、政党、党派を否定して、愛国王ならぬ、愛国首相になることであった。第四代オーフォード伯爵ホレス・ウォル・ポールは、できる限りあらゆる人営から、優秀な人材を引き抜いて、すべての政党を瓦解させることが、チャタムの、年来の意図であったと述べている。ルイス・バーンスタイン・ネーミアは、チャタムは、 孤独な人間だった。自分と世間の間に垣根を設けていて、少数の者にしか、それをこすことを許さなかったと論じており、彼が、正当政治家になりたがらなかったのは、この孤独な性格に起因していたとも言われる。サミュエル・ジョンソンは、ウォルポールは、王から国民に与えられた首相だったが、ピットは、国民から王に与えられた首相だったと評したと言われている。 雄弁家だったと言われ、同時代の第二代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォルドグレーブは、ピットについて、彼は独特の名跡で流霊な表現力を持っている。そして完成された雄弁家であり、庶民人をいつも興奮させたり、魅了したりしている。彼は冷静で猛烈に積極的に慎重に対処するという、あらゆる素質を備えている。彼は、 現代人民の指導者であり、代表選手である。しかし愛国者のマスクの下に、暴君の先制的精神を秘めていると評している。しかし、手紙を書くのは苦手だったとされ、弁舌は、東大随一。だが手紙を書かせたら、東大左翼との評価も残る。文芸の知識は乏しかったが、デモステネスとボリングブルック死者の著書だけは目を。 通したという1766年8月4日に、以下の借位を新規にノブされた妻のヘスター。1754年、ヘスター・グレンビルと結婚し、彼女との間に、以下の5人の子供を設けた。第一子、ヘスター第3代スタンホープ伯爵、チャールズ・スタンホープと結婚。19世紀に、アラビアを旅したレディ・ヘスター・スタンホープの母。第二子、 ジョン第二代チャタム伯爵第三子、ウィリアム首相。通称、ショーピット第四子、ジェームズ・チャールズ第五子、ハリエット、エドワード・ジェームズ・エリオットと結婚。ありがとうございます。